皆さんこんにちは。私はバーチャルイーゲーマーの薄い。バーチャル大霊界からやってきた、真のゲーム体験を追求する電子霊体。本日もですね。相変わらず、ツイッチで使えるスタンプの作成枠が余っちゃっていますので。適当なものを作って、枠を埋めていきます。頑張りましょう。現状のスタンプ一覧を見てみると、安らぎの成分が足りない気がしたので、そういうものを作っていきましょう。まずは、下書きから。描くぞ。構成は、文字プラス絵柄で、例によって文字から。まあ、後から考えましょうか。絵柄は、斜めに寝ている感じにします。この斜めというのが、ドット絵の天敵であり、四角形を連ねる都合上、縦横に強く、斜めの表現には、弱いわけなんですね。さらに今回は、カンバスが小さく、こういう場合、主線ありでやると、わけわかんなくなるので、シルエットを整形し、そのまま色をつけるスタイルでいきましょう。まずは布団ですが、こちらは四角形で柄もないので、そうややこしくありません。三段影をつけて、明るいところを白にして、影色を、そういう模様っぽい感じにも見える雰囲気に。曲線が滑らかになるよう、小細工しつつ、アンチエイリアスのドットを、置いていきます。できました。この色付けの力加減で、顔も生やしていきましょう。ただ顔が出ているだけじゃなくて、眠りに入って、脱力した感じも出したいですね。とりあえず、当たり線代わりに、バンドを置いてみまして。パーツを足しつつ、輪郭を修正していきます。トサカが入りきらないので、全体を若干下げつつ。あんまりやりたくないけど、左右反転で、崩れた箇所がないか確認。崩れてなかったので続行。顔を入れて、影もつけていきます。そしたらいつも通り、白で縁取り。大体できたので、文字に目を向けましょう。民という文字ですが、いい感じに見せる技が見つからなかったので、グローバル思考に、してみました。せっかくだから吹き出し風に。絵を下げて、文字を上に持っていった方がいいな。背景が白だった場合、なんだかぼんやりとしてしまうことを、懸念しているところです。右下を白にしたわけですが、これだと、背景と混ざって、よくわからなくなりそうなので。若干、色をつけてみました。若干ね。あとは、白の縁取りの内側に、青の縁取りをつけてみました。これで、背景が白でも黒でも、くっきりとして見えることでしょう。という感じで完成です。どうかな？まあ、いいか。こんなスタンプが、最大30種類以上使える。バーチャル Twitch、ライブストリーム。毎日19時5分くらいから、大好評放送中。今すぐ参加して、君の毎日を、バーチャルイーゲーマーにしよう。してくれませんか？